山県警察音楽隊です。これからの時間は私たちの演奏を楽しんでください。まず最初にお聴きいただいたのはヤン・バンデル・ロースト作曲のラッシング・ウィンズという曲でした。指揮は宮武良平隊長です。そして本日司会を務めますのはホルンを担当しています山添と申します。よろしくお願いします。さて続いての曲は見た目は子供、頭脳は大人でおなじみの名探偵コナンから名探偵コナンのメインテーマをお聴きいただきます。休日と言っておきながら主役である3本のトランペット奏者が細やかなパッセージを休みなく吹くという忙しい曲でもあります。そのためトランペット吹きの休日返上やトランペット吹きの休日出勤等と揶揄されることがあるそうです。本日はこの曲を横山隊員、宮武隊長、山本副学長の3名のトランペット奏者が息の合った演奏をお届けいたします。それではお聴きください。トランペット吹きの休日です。Thank you.
がとうございました。3名にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。続いての曲は逃げるは恥だが役に立つのドラマ主題歌で有名になった恋を演奏いたします。音楽隊員4名による恋ダンスも合わせてお楽しみください。歌劇イーゴリコーは12世紀のロシアが舞台で、ダッタン人の踊りはその第2幕で演奏されます。美しく魅力的な曲奏で聴く者を魅了する屈指の名曲と言われています。本日はこの曲にドラムソロを加えて演奏いたします。ドラムソロは赤田隊員です。
それではお聴きください。ダッタンチンの踊りです。
がとうございました。赤田隊にもう一度大きな拍手をお願いします。続いての曲は中島みゆきのヒットソング地上の星をお送りいたします。この曲はドキュメンタリー番組プロジェクト X の主題歌のために作られました。日本の未来に大きな貢献をしながらも決してスポットライトを浴びることのなかった人々、中島みゆきさんはそんな彼らを称え地上の星を作ったのだと言われています。本日はこの地上の星に泉隊員、高橋隊員、中野隊員の3名の歌付きでお送りいたします。それではお聴きください。地上の星です。
3名にもう一度大きな拍手をお願いします。さて続いての曲で最後の曲となってしまいました。日本のアニメ史上に輝く名作で人気漫画家松本零士作の銀河鉄道99。本日はこの銀河鉄道99を警察音楽隊カラーガード隊員の演技付きでお楽しみください。準備に時間がかかりますので今しばらくお待ちください。本日は本当にありがとうございました。私たちの地域の安全を守っていただきありがとうございます。そして本日は素晴らしい演奏をしていただきました。どうぞ皆様、岡山県警察音楽隊の皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。素晴らしい演奏を、ね、ご披露いただきました。そしてカラーガードの、ね演舞もご披露いただきました。ありがとうございました。会場内大変ね、この青空の中、カラーガードのこの旗もね美しく映えてとっても綺麗でした。ありがとうございました。今日はですね、
7曲ご披露いただいたということで、岡山県警察音楽隊の皆さんでした。また、岡山県内のあちこちでね、お会いすることもあると思います。その時にもぜひね、大きな拍手声援のほどよろしくお願いいたします。さて、ここでまた皆様にお願いします。